いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回はリゲイノーというブログ記事からの抜粋です。沢尻容疑者逮捕によって突如として囁かれるようになったのが、沢尻は道端アンジェリカの密告によって逮捕されたのではないかという道端アンジェリカ密告逮捕説です。テレビ関係者が証言する。一部のネットニュースにも掲載されていましたが、沢尻の逮捕が発覚した16日の夜に、我々の周辺でしきりに道端アンジェリカにチクられたのではと囁かれるようになりました。道端といえば、夫と共謀して知人男性から現金35万円を脅し取ったとして今年10月16日に書類送検されたことが記憶に新しい。同関係者が続ける。密告説の内容は、もともと沢尻と親しく薬物使用についても知っていた道端が、恐喝事件での取り調べを受けた際、自身の扱いを少しでも軽くするために警察に沢尻を売った可能性があるというもの。いかにもありそうな話ですが、これにありえないとの声も出ているんです。そのありえない理由とは、警察が沢尻の捜査に着手したのが10月初めと報じられていますから、同16日に書類送検された道端の密告だとすると時期が合わないんです。さらに沢尻の薬物疑惑を警察に漏らしたとすれば、古くから親交があった自分や姉の道端カレン、道端ジェシカにまで疑われるのは間違いない。一切使用の事実はないにしても極めて面倒なことになるんです。普通に考えればありえない話ですよということなんですけれども、まあ実はこの記事、アンジェリカさんが密告したっていう情報をちょっと知ってですね、それを確かめたくていろいろ検索したらヒットしてきたんですよね。私もそんな風にですね、密告したとしたら自分が疑われるリスクがあるかなと思っていたので、ここに書いてあるようにですね、やっぱりアンジェリカさんが密告したんではないんじゃないかというふうに思いますね。では誰が密告したのか、ね、ちょっと現段階ではわからないんですけれども、まあ、警察に沢尻さんを売る形で密告したのであれば自分も疑われるっていうね、そういったところがあると思いますんで、案外沢尻さんに薬物依存から更生してほしいとね、願ってる沢尻さんを思っての、そういう密告行為だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。今回の話題、皆様どのようにお感じになりましたでしょうか。コメント欄よりご意見ご感想をいただければ幸いです。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録もよかったらお願いします。あともう少しで登録者が1000人になるんですよね。ご視聴してくださる皆様のおかげで、チャンネルが成長できていることを本当に感謝申し上げます。最後までご視聴くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。それでは。